なかなか来ない。全然来ないぞ。思った以上に来ないんですけど、何トイレに行きたいの？水を飲みすぎたからトイレに行きたい。あずちゃんだった。あずちゃんだった。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。なんかもう早速ハートマークが見えたんですけど。ん？友達マーク？違うよね。ハートマークあったよね。え、3つある。3つもあるよ。やった。誰？え、Kさん。Kさん来た。マジか。やったね。しょっぱなからいい感じ。そう、Kさんね、まだ恋人がいなかったから。コルピックさん。コルピックさん行っておったっけ？おらんかった？よし、手伝います。どんな感じで告白したらいいですか？ね。てか意外やね。そこ行くんや。セリフ、可愛く、正統派、ロマンチックに、ロマンチックに行こう。告白する場所は、どこがいいでしょうか？音楽堂、喫茶店、公園、屋上、浜辺、教室、公園で。その前に、着替えた方がいいですかね？このキャップちょっと外した方がいいかな。何ちょっと部屋着みたいな感じやけんね。とりあえず帽子外して、あとは、まあアイドルの格好していくわけにもいかんけん。ポンポン付きキャスケット、これでいこうか。ね。季節的にって言ってもなんかめっちゃ半袖着とるけど、まあ、しょうがないそれは。よし、じゃあこれでいこう。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃいまし。え、どうなるかな？めっちゃちょっとドキドキするね。いいね。新選組の格好してるけれども。私も明るく照らしてください。さあ、ごめんなさい。マジかマジかなんかもうこう差し出した手を引っ込めることができない。あっこまでキメキメで告白をしてしまったらね、すごく辛い。どう？リベンジとか、どうですか？お、行く？行きます。ちゃんと本人が来てくれるかな？よし、これで吹っ切れるのなら、吹っ切れるってこれで成功するかもしれんけどね。おー、何を買っていくの？え、来る？来たー、ちゃんと来たー。え、どうなる？何をプレゼントするの？チャーハン？どうしようもない私だけど、よね、多分。あなたも思う気持ち、誰にも負けません。え、もう、そういうシンプルでストレートな告白の方がいいよ。やったー！え、やったー！チャーハンが食べたかったんかな？え、めっちゃ、え、超幸先いいスタートじゃない？やったやん。あとの二人はどうなんやろ。誰？恋人おらん人かな？あ、もうすげえ、レベルまで上がった。さっきまで落ち込みと半端なかったのに。はい、それじゃあ道具で、さあどうしましょう。ノートパソコン。はい、どうぞ。もう多分サンドバッグは必要ないはず。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。いや、諦めないって大事。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。ね、諦めないことも大事よ。マジで、ゆうさちゃん、そんなに仲良かった。ゆうさちゃん、かなり楽しい。なるほどね。さあ、お腹も空いてるでしょう。サザエのつぼ焼きでも。さっきね、コルピックさんの方には食べ物渡しよったけど、自分は食べてないもんね。結構美味しかった。よかったよかった。多分ね、今何食べても結構満足やと思う。幸せだから。はい、それじゃあ。いいね。デート場所でも検索しよるかな。お、クイーン！さあ、続々とこうね、嬉しい報告が続けばよろしいのだけれど、これは私が頑張るしかないやつだね。頑張っていく。なんかさ、うちの島さ、女の子からのプロポーズ多くない？
逆プロポーズ多すぎる気がするんやけど、ちょっともうちょっと男の人頑張ってよ。花火大会、駅のホーム、遊園地、高級レストラン、よし、遊園地で行こう。その前に着替えた方がいいですかね。どんな服あったっけ。猫は違う。テーラードジャケットで行こうか。帽子外して、なんか他のなかった。つば付きニット帽、ポンポン付きキャスケット。ポンポン付きキャスケット好きだな。つば付きニット帽で行こうか。よし、じゃあこれで行こう。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それはもう、私に、委ねてくださいまし。いやー、夫婦増えるかなー。ちょ、いい感じで、ポンポンポンって行きたいんやけど。ね、Kさんも彼氏ができたし、次はクイーンとクマちゃんが結婚できるかどうかという、恋。かっこいいよ、クイーンのことを考えるがいいさ。なかなか来ない。全然来ないぞ。思った以上に来ないんですけど、何トイレに行きたいの？水を飲みすぎたからトイレに行きたい。あずちゃんだった。あずちゃんだった。え、そうなんだ。全然違うじゃないか。ちょ。遊園地楽しいね。よし。よし。来い。そうだね。よし、来い。まあね、島にここしかないんやけん。いろんな人が来てるよ。この遊園地にも。あ、危ない。プロちゃんと一緒だからかな。よしよしよし。順調順調。あはは、ありがとう。あはは、この棒読み感いいよ。好きよ、この棒読み感。よし、来い。あずちゃんのこと考えすぎじゃない？実は、あれかな、トイレに行った時に、ばったり、同じくトイレに行こうとしよったあずちゃんに会ったとかそういう感じ。お、これ次やろ、次。来いよ。あー、早く、早く、怖い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 。強風が吹いた。なんでもなくない。なんでもなくないんだよ。ちょっと待って、怖い。怖すぎて今押せなかった。来い。あ、もうちょっとで地上に。来たー！めっちゃギリギリできた。やば。ほら、もう地上に着くよ。いやー、やったねー。おめでとう、二人とも。おめでとう、二人とも。やったー。いやー、やばい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 。今日はいい日だね。今日はいい日だね。何でしょう。実用品、大人スプレーをもらいました。くまちゃんまだ子供だった？あ、なるほどね。そうだったのか。身長差いい感じやね。よし、使いますよ。それは当然。では、大人スプレーをかけてください。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。さあ、これでくまちゃんが大人に、そして結婚。身長高くなりすぎ。今の身長差がめちゃくちゃ良かったのに、なんかさらにでかくなったんですけど。大人になれました。ああ、もうなんか UFO が見切れてる。まあね、身長伸びたからね。それでは結婚式を挙げてきます。いってらっしゃい。 UFO つけてないくまちゃん、新鮮なんだけど。めっちゃ新鮮なんだけど。あ、でもこの身長差はこの身長差でありかな。いいね。あ、全然、よきよき。よきよきだ。次、あのハートマーク誰やろう。もう一組もうまくいけばいいな。そしたらもうね、最高すぎる神回になるよ、ほんと。いや、いいね。おめでたい、おめでたい。新婚旅行はどこかしら。もうすでに楽しみにしている私。さあ、どこ？クイーンとクマちゃんの新婚旅行 in グアム。グアムね。はい、スタート。洞窟の入り口です。洞窟入り口。はい、チーズ。お、いいね、いいね。まあね、目をつぶってしまったとしても、それはそれでいい思い出になるさ。写真に残ってたら。ね。グアムの公園。
お、いい感じ？目はつぶってるけど、目はつぶってるけど、いい感じじゃない？いやー、いいな、いいな。いや、今日私絶好調やわ。いや、この先も頑張れる。あ、楽しかった。うんうん。よかった、よかった。なんでしょう。お宝、棒女棒人形をもらいました。ありがとう。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。お、レベルアップ。いいね。はい、それじゃあ道具で、何がいいかな。勉強セット、本。本。そして、BU、ギター、ギターを。はい、本をどうぞ。道具、本をプレゼントしました。いつか大きなこともやり遂げて、みんなも驚かせたいです。うんうん。それか、夫婦揃ってとかやったらすごいな。はい、じゃがバタどうぞ。いただきます。この季節にいいね。ホクホクと。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。そして、もう私はずっと気になっているもう一組。さあ、ここは誰だ？ゆうとさん！ゆうとさんや！さてさて、相手はどなたかしら？ちゃんと相手がいない人でしょうね。アダムスさん！え、アダムスさん相手おった気がするけど、どうやろ？ちょ、とりあえず手伝います。とりあえず手伝います。じゃあかわいく偉そうに必死にセリフプレゼント正統派正統派でいこう。告白する場所はどこがいいでしょうか。ね、じゃあ喫茶店行こう。その前に着替えた方がいいですかね。その帽子いらんかな。とりあえず帽子外して、今これなのか。なるほどね。スーツビシッと決めていきます。いい感じにプロポーズするみたいやけど。それでは、勇気を出して告白していきます。はい、行ってらっしゃいまし。アダムスさんどうやったんかな？なんか後ろに、誰かしらがいるけれど、大丈夫か？ちょっと待ったが来るんじゃないか？結婚後前提にお付き合いしてください。いや、もう、格好が合ってる。すげえ合ってる。プロポーズだわ、ほぼ。結婚を前提に。え、何？どう？こちらこそよろしくお願いします。え、マジか。いなかった、相手。え、やばやば、結婚を前提にお付き合いやって。いや、やったね。ってことはもうあっという間にきっとプロポーズやってくるよ。まあ、今のそれっぽいけど。うまくいきました。え、3組、幸せな。え、めっちゃいいやん。どうした？え、どうした今日私。やば。すげえ。自分で言うけど、自画自賛するけど、すげえ。はい、ノートパソコンどうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。時々、哲学的なことも考えます。哲学的なこと？どうした？哲学的なことって何？人とは、みたいな。はい、チャーハンどうぞ。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。いいね。いいね。まあ、なんせね、Kさんがコルピックさんのハートを射止めた料理だから。ほい、それじゃあちょっとこの辺で。みんなに募金を、いきなり現実的になるけれど、みんなに募金を募ります。今日は27,100円集まりました。イエーイ、ありがとう。こういうお金を、まあ、次々集めていっては、みんなの披露宴とかにきっと使われてるはず。何これ、ミツバチスーツ？ニューイヤー、買います。でも、青いミツバチスーツか。なんか独特やね。そして、売り子のあさみさんも猫耳をつけているという。はい、それじゃあ。はい、ミニニュース見てこう。こんにちは。正午のミニニュースをお伝えします。お願いします。
おしゃれなネイルアート、斬新もこのね、トモコレの世界やけんね。ダンベル、マジか、ダンベル。え、でもパッと見普通に今一瞬可愛いと思った一瞬普通に可愛いと思ったよ。いいねいいね。どういう感じなんかがよくわからんかった。心配？なぜ？みんなのなんか変な趣味が。いやでもね、ぱっと見可愛いからいいよ。いいよいいよ全然。ありがとう。さあそれじゃあ今回は歌で締めくくっていこうかな。今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聴いていきたいと思います。今回はねソロの曲で、はい、リミちゃんのアイドルの曲です。アーティスティックマジック、これアサポンさんが送ってきてくれた歌だね。まあ、ちょっと若干冬かなっていう感じもするけど、まあ、芸術の秋ということで、アーティスティックマジック。いや服装もめっちゃいいよね。ベレー帽にチェックのワンピース。この元からかけとるさ、赤いメガネがめっちゃ合っとることない？いいよね。ちょっとバックダンサーがもうちょっとおとなしめの格好をしてくれたらよかったかな。バックダンサーの服装も自分で考えるというか、自分で決めれたらいいのにね。この種類がいいですみたいな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やばいぐらい今回は恋が、みんなの恋がうまくいった回やったね。噛み替えすぎた。